彩り鮮やか。はい、やってまいりました。河原職人のヒーローにインタビューの時間です。この番組は様々な分野の専門家の方をゲストにお迎えし、暮らしに役立つ情報を発信する番組です。専門家しか知らない情報やツール、ノウハウを聞いていきますので、少しでも生活に生かしていただければ幸いです。また僕の本職は、屋根の職員ですので、番組中ただ舌を噛むことがありますが、現場目線でいつも役立つ情報を発信していきますので、最後までお付き合いください。過去の放送も YouTube で見れます。シュレホームで検索してみてください。この番組は屋根のことならシュレホームの株式会社シュレホームがお送りいたします。本日のパーソナリティは西島がお送りいたします。はい、やってまいりました。本日はですね、東京の方に来ていまして、収録放送での放送になります。うちの番組いつもそうですけども、また今日もですね、素敵なゲストさんをお迎えしておりますので、 CM の後早速紹介していきますので、よろしくお願いします。それでは一旦 CM に入ります。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、軽がヤッシャイビンド。
パーモーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。塗装のことなら僕たちにお任せください。住宅塗装から防水塗装まで、塗装のプロ集団があなたの顔も笑顔に塗り替えます。お問い合わせは 897-4816 897-4816。 優しい塗装と書いて U 塗装工業。見積もり無料でやってます。はい、資料ホームの河原職員のヒーローにインタビューの時間です。それでは早速ゲストさんお呼びいたしますのでご紹介させてください。株式会社ノベル代表取締役の小原秀樹さんにお越しいただきました。はい、こんにちは、小原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、わざわざもうお時間いただきありがとうございます。いやいや、でも今日ね、はい、すごい日に西田さんこちら来られてると思うんですけど、そこの今、はい、ここが赤坂なんですけれども、はい、向かいに御所がありますよね。あ、はい、今トランプさん来られるんですよ、これから。あ、そうですか。すごい警備、そういうタイミングですか。でしょ、めちゃくちゃ警察官たくさんいらっしゃる。ずっと警察いました。そうでしょ、はいはい、トランプさんなんですよ。あ、昨日ちょうど両国国技館でいろいろあって、はい、今日はこちらに来られるということで、もう超厳戒態勢の中ですね、来ていただいたという。このラジオ放送を収録させなくて。そうなんですよ、すごい日なんです、実は。あ、厄介ですね。ね、なるほど、なるほど。いや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 。小原さんとは、はい、沖縄の方で、まあちょっとまた、そうですね、不思議な集まりがありまして、で経営者の会があって、そうですね、はい、そこでお会いしたですね、はいはい、でそこでちょっと今回撮らせていただく次第だったんですけど、はいはい、ちょっとリスナーの方にですね、はい、小原さんの、まあ、ちょっとどんな仕事をしているのかっていうところも含めて紹介していただけたらなと思うんですけども、はい、ノベルという会社を経営しております。そしてですね、はい、仕事は事業用の不動産なんですね、はい、事業用不動産、一般の住宅なんかもやるんですけど、はい、基本的にはビルとか収益不動産の一棟売買、もしくは事業用地の売買っていうことになりますので、はい、まあ、東京は中心にしてるんですけど、うん、まあ、広島とか北海道とか、はいはいはい、山口とか、まあ、沖縄なんかもですね、よく行ってるような感じですね。はい、もうやられて何年ぐらい？会社を起こして今年で24年目になります。ああ、はい、そうなんですね。はい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 。まあ、もうこの、まあ、沖縄の方は分からないかもしれないですけど、はい、赤坂っていう土地で、やっぱこれ、そうですね、はい、実はこれ迎えが御用地なんですね、はい、東宮御所と言われてるところなので、まあ、緑が実はたくさんあってですね、そうですよね、はい、非常にその、なんだろう、やっぱりこうパレスムードがあるっていうかね、そんな感じの場所ですよね。小原さんはあれですか、そもそもはどういう経緯で不動産やろうみたいな感じ？いや、僕はね、実家がもともと不動産業をやっていて、はい、で、そうなんですよ、実家、親がですね、もともと貸しビル業とか、はい、賃貸マンションを経営しながら、はい、分譲マンションの建設をやってたんですね。あ、そうですか。で、その関係で僕ももう2代目になるということで、はい、まあ、この業界に入ったわけなんですけども、なるほど、なるほど。バブルがって、はい、知ってます？バブルっていうのが、はい、今からね、20何年前にあって、平成2年かな、ほとんどのその土地がもう全部だだ下がりになってっていう時があって、その時にその本当は僕もその会社を継ぐ予定だったんだけども、はい、継げなくなりましてですね。ああ、なるほどですね、はい、僕は結局33歳の時に、はい、言われたのが、会社の借金が、はい、当時ですね、50億債務保証するならば、はい、この会社継げるって言われたんですよ。50億ですか。はい、なるほど。ちょっとそうそう、で不動産業的にはどうなんですか？いやいや、それはね、さすがに僕33で自信がなくて、はい、いやちょっと難しいなっていうことで、はい、まあ、その会社から離れるようなことになるわけなんですけども、で、そこから自分でこのノベルという会社を起こして、はい、現在に至るっていう感じですね。なるほど、なるほど、うん、はいはいはい。あ、じゃあ一旦はそこでちょっと継ぐのをやめましたね。で、やめましたね、で、またちょっとそこから勉強して、また一から立ち上げた。一から立ち上げたってことですね。あ、はい、そうですか、はい。やっぱり不動産業にこだわりがあったりとかっていうのはあったんですか？やっぱりね、
子供の頃に親からね、はい、そっちの道に行ってくれよという周りの期待みたいなのがあって、そこにあんまりこう子供なので疑いを持たないんですよね、はい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 、なんかこう、あ、そうなっていくんだろうなっていう感じですね、はい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 、だからある意味その33の時に親の会社を継がないという決断をする時に、はい、その自分がずっと子供の時から思ってきた、うん、描いてきたそのキャリアというか、はい、まあ、親父の会社の社長になることが自分の一つの夢だったりしたわけですよ。でそこの33で夢が一旦パツッと終わった感じですね、はいはいはい、ですごくその本当に不動産業で良かったのかなっていうことはすごくその時に考えるきっかけになりましたね。あ、はい、それでもやっぱりこうやろうと思ったので、そうですね、やっぱりこう不動産を通じてその当然土地の売買をするわけですけども、はい、その私いつも話するんですけどね、はい、講演とかもさせてもらってるんですけども、うん、うまくいってる不動産会社と、はいはい、そうでない会社にはすごい差があるんですよ、はいはい、ぜひ聞きたいですね、はい、そのうまくいってる会社っていうのはですね、はい、うまくいってる会社っていうのはですね、はい、どちらかというと不動産を通じてお客様の問題を解決するって考えてるんですよ。なるほどなるほど、だけどそうでない会社っていうのは、はい、土地建物の売買をして手数料をもらう仕事だと思ってるんですよ。あ、これ分かる、なんとなく分かりますか？なるほどですね、はい、すごく要は自分たち目線っていうか、はい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 、自分たちは土地を売るものだって思ってるんで、うん、最終的にお客様の問題が解決されるのかどうなのかっていうこと、もちろん大事なんだけども、うん、そこのところを言い切れてない会社っていうのが多いんですよ、はい、なるほどなるほど、うん、で本当にこれが伸びてる会社と伸びてない会社の大きな差ですね、はいはい、なるほどなるほど、それをね、分かりやすく、はい、表現したのが、うん、最近テレビで家売る女だったじゃないですか、はいはい、あのドラマなんですね。あ、なるほど、内容はちょっと見てはないんですけど、そこ出てくるその北川景子さんですね、はい、あの人がそのずっと一貫してやり続けるのはそこなんですよ。なるほど、あの人家を売る女なんだけども、はい、問題を解決してるんですね。でそれをすごくデフォルメされてるんだけども、はい、徹底的にやっているので、はい、その視聴者から評価を得るっていうか、そういうところなんですよね。なるほどですね、表面的には本当に不動産を扱うっていうのは一緒ですけど、うん、でもやっぱお客さんとしては全然違ったものを感じる形ですよ ね、 すね、違いますね、はいはい、なんかこう不動産業ってちょっと車屋さんにも似てるところがあって、あ、はい、実は昨日車を買ったんですけど、ね、あ、そうですか、で車買いに行ったら、はい、結構なこのその売り込みモードっていうか、月末もあって、あ、ガツガツしてる感じなんですね。そうですね、はい、こう、まあ、それがその僕が何が欲しいかというよりも、はい、今決めてくれたらみたいなモードなんですよね。なるほど、うん、そう、月末に車屋さんに行くと、まあ、車屋さんだけじゃないと思うんですけど営業会社に行くと、うん、そういうモードの人って結構いますよね、はいはいはい、でも最終的に僕が選んだのは、はい、車のことを大切に考えて、うん、僕に合うかどうかってことを親身になって話してくれた人で買いました、はい、なるほど、3軒回りましたけども、あ、そうなんですよ、うん、そっちの方が気持ちいいですよね。そうですね、なんかこうお金を取られてるっていう感覚になってしまう。そうですね、なんかこうビジネスってやっぱり喜びの対価だと思うんですよね、はい、うん、でそれでこうそこに喜びがあるかどうかっていうことが、はい、とっても大事で、うん、そこですよね、はい、お父様からこう、うん、言われて教えていただいたみたいな、はい、疑わしきはしないっていう、疑わしきはせずっていうことは、はい、その言われて育ちましたので、そこのところがブレると何のためにそれをやってるのかわからなくなりますよね、はいはいはい、で結果的にそういうことをやっていると、はい、自分のことをなんかこう信じられなくなるっていうか、はい、自己肯定感っていうのが、はい、極端に下がっていくと思うんですよ、はいはい、でそういう人たちを結構見てきたので、あ、はい、やっぱりその不動産の業界ってすごいお金が動くでしょ、はい、そうですよね、はい、だからこうただお金動くんだけども、その売れなければゼロ、はい、売れたら100みたいな業界なので、はい、まだまだその粗さっていうのはあるんですよね、はい、まあそうですよね、うん、でも結構これってどの業界にでも言える
ことですよね。そうですね、そうですね、はいはいはい、うん、結構うちの会社でもやっぱりなんかそういうのはあってですね、うん、まあ、単純に屋根直すだけか、本当に屋根を直してお客さん喜ばせることができるかっていうので紹介とかも全然変わってきますし、うん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 、実は一手間二手間かけた方が、うん、その先もつながるっていう、そうですね、結果的にね、はいはいはい、だからやっぱりもう僕なんかもやっぱりその広告やってないので24年間、はい、あ、広告やってないですね、はい、やってないので、もう 100% 紹介なんですよ、はい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 、なのでもうむしろ紹介がないと続かない会社、あ、すごいですね、 100% 紹介ですか、はい、そうですね、はあ、具体的にはどういう形でお悩みを解決していくんですか、まあ、そうですね、結局その、はい、僕も一番大事なのは、はい、相手の気持ちになれるかどうかっていうことだと思うんですよ、はい、で僕の場合実家がですね大家だったでしょ、はい、で親父が社長だって僕も社長じゃないですか、はい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 、であと、まあ、不動産業、はい、ということはね、大家さんの気持ちと社長の気持ちと不動産業の気持ちは分かるんですよ。ああ、なるほどですね、はいはいはい、だからその大家さんが今何で困ってるかっていうことがもう分かっちゃうんです、はいはいはい、場面が想像できるから。なるほどなるほど。でも不動産を斡旋してるだけの人は、はい、大家さんの深い悩みっていうのは分からないんですね。うん、やっぱりこうマンションが満室になった時点で、はい、次は減ることが想定されるわけなので、なるほどなるほど、天井を迎えると次は下り坂なんですよね、はい、でそこをどういう形でケアしてあげれるかっていうことってすごく大事でですね、はい、で特に大家さんっていうのはどちらかというと専業の大家の方って、はい、お金払ってばっかりなんですよ。ああ、リフォーム屋さんに払う、なんだろう、原状回復費用でリフォーム屋さんに払うとか、ああ、不動産屋さんに仲介手数料払うって、はいはい、だからね、来る人って大体お金をもらう人ばっかりが来るわけですよ、はいはいはい、だから非常にその不動産業者とか内装業者さんとオーナーさんのリレーションシップがうまくいってないパターンが多いなと、うん、あ、で共通言語がなくて、あ、そうなんですね、うん、同じ方向向けてないんですよね。で、よくセミナーなんかでオーナーさんに言われるんですけど、はい、なかなかその管理会社が私の言ってることを分かってくれないっていう、あ、そういうお悩みですよね。だけどその辺のコミュニケーションをちゃんとこう整えてあげると、うん、随分ストレスがフリーになっていくわけなんですけど、そんなことをね、まあ、通訳しているような感じですかね、はいはいはい、うん、なるほど、なるほど、もうあれですか、そういうなんですかね、まあ、大家さんに対してが一番こう、大家さんがお客様って、大家さんがお客様ですね、大家さんがやっぱり自分たちのその資産を、はい、未来にどういうふうにつないでいこうかとか、はいはいはい、思ってらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、ご子息だったり、うん、子孫に美伝を残そうと思ってらっしゃる方が多いんだけども、はい、いろいろこうほら持ってれば持ってるだけ税金かかったりとかリスクもあるわけですよね。そういうその部分を一個一個こうクリアにしていくことで、はい、すごくこうストレスがフリーな状態に、はい、なっていただくっていう仕事かなというふうにも思いますね。なるほどですね。だからもう見えないことをなるべく見えるようにしていくっていう作業なんですよね。大家さんとしてはもうその物件を買って、うん、まあ、収益物件として回して、そうですね、利益を出さないとっていう感じじゃないですか。そうです、そうです。その辺のこう見極めとかってですね、まあ、情報とかもちろんいっぱい取っていくとかはあると思うんですけど、ええ、まあ、ただ埋めるだけでなくて、はい、例えばその他に転用した方が収益が上がりますよとか、はい、例えばそのシェアオフィスっていうの分かります、はい、もあ、最近ありますよね。最近よくありますよね、はい、あの会員制のみんなで使うオフィスっていう形なんですけど、はい、例えばそのワンフロア100坪で100万のオフィスがあったとするじゃないですか、はい、でそれが一つのテナントが借りてる場合に1人が出ていったら100万がゼロになりますよね。だけどそれ細分化して、はい、100人に貸したら1人出ても99万残るじゃないですか、はい、ってなると経営って安定しますよね、はい、例えばこうゼロサムにならないわけですよね。なるほどな。極力その大家さんのご不安っていうのは穴がないことなんですよ、はい、100になったゼロになったみたいなことをやってると、はいはい、経営とは、ね、なかなかなんかこう場当たり的にやるんじゃなくて、で、あとその
大規模修繕なんかも、はい、西島さんなんかも修繕の仕事されていらっしゃるからあれだと思うんですけども、計画性を持って、はい、いついつこれぐらいやりましょうねっていうことをちゃんと話し合いした上でやっていくと、はい、その漠然とした不安がなくなるじゃないですか。うん、そうですね、うん、だから結局ね、入ってくるお金全部自分のもんじゃないんですよね、うん、やっぱりその今中にいらっしゃる入居者のおかげで返済が行ってたりとかする部分があるので、はいはい、やっぱりそのお客様、入居者に喜んでもらうっていう視点をやっぱ持っていただくことなんですよね。でこれ ね、当たり前のことなんだけども、はい、できてない人がめちゃくちゃ多いんですよ。本当になるほど、ね、もういやそんなの当たり前やないか、はい、商売なんだからね、はい、お客さんに喜んでも当たり前だ。でも本当にできてる、うんうん、いや私の部屋だから、私の部屋だったらこれぐらいの状態だから、はい、これでいいんだよと言ってるけど、はい、あなたとお客様の価値観違いますからね。で見に行ったら結構古かったりする、はいはいはい、結構自分目線なんですよね。なるほどですね、うん、そういうところもちょっとこう見ていくっていうことは大事かもしれないですね。なんか先ほどちょっとお話しあったのが、はい、沖縄とかにもちょこちょこ行ってらっしゃるので、はい、あの沖縄で講演会させてもらったりとか、はい、もちろんそのお客様もいらっしゃいますし、はい、そこのその土地の有効活用とかのご相談なんかも乗ったりしてます。はいはい、はい、やっぱりあれですか、今石垣とか宮古とかが、いやすごいですね。すごいみたいですよね、噂は聞きますけども、どんどん土地の値段もね、いや中心地はすごく加熱してますしね、はい、そういうところの物件とかを抑えてっていう感じですか。そういう、まあ、相談ですね。抑えるというよりは、あ、まあ、どういうふうに運用していったらいいかとか、はい、そういう話、まあ、最終的に売買になる場合もありますし、はい、なんか物を建てようっていう相談になることもありますし、なるほど、いろいろですね、はい、はい、でなんかあれなんですよね、今結構会議とかはネットの会議とかが多いのか。あ、そうです、そうです。だからあの、ね、不動産業だからずっとその一つの地域にいるっていう考えじゃなくて、はい、僕らはどちらかというと事業用の不動産なので、はい、いろんな地域行くんですけども、はい、まあ、空き家問題って最近よくあったと思いますけども、はいはい、そのなんデュアルライフっていうか、はい、まあ、2拠点3拠点でこう回しながらこういろいろビジネスをしていくっていう、はい、で大事なところではやっぱりこうやってこうお会いして話したりすることによってその距離が縮まりますよね、はい、やっぱりあのウェブでやっていい会議と、はい、そうでない会議ってあるじゃないですか、はい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 、ある程度の熱量ですからこれ、はい、エネルギー効果なんで、そうやって話し込んで初めて理解できるそのライブ感とかも非常にあると思いますので、はいはい、そこはなんかうまく僕も使い分けながら、はい、やらせてもらってるかなと思いますけどね、はいはいはい、そうですよね、でこれ本当に結構大事ですよね。めちゃ大事。最近なんかちょっとある件でもずくの大きいメーカーさんが、うんうんうん、もう今年もずくが不作だったので、うんうん、もうメーカーなのでいろんなところ契約してるのにもずくがないみたいになってしまって、うんうんうん、でもずくの生産者知りませんかみたいな話が来て、僕もともともずくをやってたので、いろんな方紹介したんですよ。でもずっとこう電話や何やらでこうやり取りしてるんですけど、なかなかこうまとまんないみたいな感じで、うん、やっぱりこうもう来るしかないですよみたいな話して来ていただいたら、うん、やっぱ信頼関係も生まれますし、うん、沖縄からしたら東京のメーカーって聞いただけで、あ、実態どうなのみたいなところもありますし、なるほどなるほど、やっぱ顔を合わせないとなかなか難しいですね。そうですね、そうですね、大事なところはやっぱりそこで行かなきゃいけんなと思っていて、はい、だからあの不動産の仕事の話で大家さんの話が一つあったのと、不動産屋さんの気持ちというところもあるんですけど、はい、まあ、ビジネスで、はい、やるべき、やる利益の上げ方は3つあると思うんですね、はいはいはい、で1つ目は、はい、自分が動くことなんですよ。うん、なるほど、自分が動いてどん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 こう、はい、積極的に動いていくっていうことが1つで、2つ目がですね、はい、他人に動いてもらうことですね、はいはい、やっぱり自分が動くだけじゃなくて他人に応援してもらったりとか、はい、他人の力を借りることでどん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 それ増幅していきますよね、はい、で3つ目がお金を動かす、はい、お金を動かす、はい、まあ、広告打つ、そうですね、はい、広告打つとか、あと、まあ、どうですか、投資をするとかいうことになってくるんだろうなというふうには思うんですけども、僕はどっちかというと3番の部分はあんまり得意じゃないからやってないですね。でなんでかっていうと、はい、3の人にコミュニケーションの話をしても無駄になっちゃうんですよ、はいはいはい、そんなことしていくらになるのと、はい、そんな暇あったらもっとたくさんたくさんこう
トレードしてる方がいいじゃんっていうところになるので、はい、うん、そうですね、そうでしょ、なるほど、確かにそうですね、だから1番と2番を人に応援されながら自分がもう動いてうまくいくやり方ってどうなのっていう話をさせてもらってるんです、はい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 、それを不動産業の人たちにこれをやったらどうですかというような提案をさせてもらってるっていう感じなんですけどね、なるほどですね、ちょっとお時間まだ尽きないところなんですけども、はい、ちょっと一旦 CM 貼らせていただいて、はい、後半戦また聞かせていただきます、はい、よろしくお願いします。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために、早産ゼロを目指します。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。塗装のことなら僕たちにお任せください。住宅塗装から防水塗装まで、塗装のプロ集団があなたの顔も笑顔に塗り替えます。お問い合わせは 897-4816 897-4816、 優しい塗装と書いて U 塗装工業、見積もり無料でやってます。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688、 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。はい、やってまいりました、はい、川原職員のヒーローにインタビューの時間です。それでは後半戦、また小原さんに聞いていきます、はいはい、ありがとうございま す, いますあれですかね、そのもう二十何年この業界やっていて、うん、はい、まあまあいろんなことあったとは思うんですけど、なんかこう自分の転機になったみたいな出来事とか、あそ出会いとか、そうですね、なんかそういうちょっと思い入れのあるものとかがあれば、ちょっとですね、お聞きしたいなと思うんですけど、まあ、転機というか、はい、自分にとって多分その気づきとなる節目にはですね、はい、必ずその借金っていう問題がついてくるんですね。さっきお話したみたいに、はい、33の時に50億の借金を背負うかと言われて、はい、そこから僕はどちらかというと座席を外したわけですよね、はい、でもその時になんとなくですけど、はい、自分の中に釈然としないものがあって、あ本当はやれたんじゃないのかと、なるほどなるほど、思う自分もいるわけですよ、はい、だけども周りから聞こえてくる声は、いや息子さんそんな借金背負ったら大変だよと、うん、もうやめた方がいいっていうような話の中で、はい、なんとなくこう他人のせいにするような形でちょっとこう引いたかなっていうのがあったんですね、はい、でそれから約10年少し経ってから、はい、今度あのリーマンショックってのが、あそうですよね、あるでしょ、今9年ぐらい前にね、はい、でその時にそのリーマンショックの時にですね、やっぱり僕あの売上が当時ね5億5000万ぐらいだったかなの時にですね、はい、1億5000万の赤字を食らっちゃうんですよ。それは大打撃ですね。そうですね、もうあれっていう感じですね。だけどその当時はですね、なんだろうな、銀行がどんどんお金を貸してくれるんですよ。あ、そうですか、うん、はい、で創業当時はあんまり貸してくれなかったんだけども、はい、まあ、結局はですね、蓋を開かせば、はい、大手の会社がお金を借りないから、はい、お金が中小企業に上がってきてたっていう絵面がありましてね、はい、で、まあ、お金も借りれたわけなんですけども、まあ、1億5000万借金をしちゃうんですね、うん、で、まあ、それで自分が持っている不動産を売って、はい、結局キャッシュを少し作って、うん、るんですけど、18人社員がいたんですけど当時、はい、それが4人まで、あ
減りましてですね、それはもう、やめやめリストラした、そうですね、分社したりとかいろいろして、あ、大変ですね、それは。で翌年はですね、もちろんその新規でお金を借りることができなくなったので、売り上げがですね、なんと4000万ぐらいまで低下しちゃって、5億から5億5000万から4000万まで低下する。で赤字が1億5000万なんですね、はい、だからもうどうしようかなと思って、はい、で当時ですね、あの中小企業円滑化法案っていうのがあって、はい、あのリスケってやつですね、はあはあ、金利だけ払えば、はい、元本払わなくていいですっていうのがあったんですよ、はい、で当然そっちの方にこうお願いすることにするんですけども、はい、その時にですね、あるメガバンクの人に言われたんですけど、はい、いやこれリスケはいいけどと、はあ、リスケはしょうがないけども、はい、このままだと200年返済ですって言われたんですなるほどですね、はあ、生きてないですよね誰もね、200年だとね、でなんか気が遠くなるような話だなっていうふうに思ってたんですが、はい、まあその後ですね、はい、リーマンショックの後にあのまた僕その起死回生で投資をするんですよ。ああ、不動産、不動産投資、はい、はい、でその不動産の投資いろいろするんですけど、はい、その投資の契約をした日がですね3月の11日だったんですね、はい、はい、で大阪でその不動産の契約をして、新幹線乗って走ってる最中に新幹線が止まったんですよ。なるほど、なるほど。例のね東日本大震災があったわけなんですけども、なんとですね、私がその契約をした不動産は福島だったんですよ。まあ見事というか、うん、すごいですね。で結局まあ皆さんね大変な目に遭われた方が多いから、私なんか経済的なことだけなんだけども、1億5000万赤字食らった後にまた4000万食らっちゃうんですね。なるほどですね。もうね、もうダメだったなと思いましたね。万事休すかなと。あ、徹底的にっていう感じですね。ですね。そんなことになるわけなんですけども、はい、まあ、そこからね、ただその時までの僕のやり方っていうのは、はい、あの不動産のことのディールを僕がやるので、はい、重要なことは全部私が決めますので、あの社員の皆様は私の言うことだけやってくださいっていうやり方だったんですよ。なるほど。だけども、お金も借りれないし、はい、まあ、その自分の今までやってる仕事ってこうできないわけじゃないですか、はいはいはい、なのでもう極力社員のみんなとこう話す時間を取って、自分は今本当はこう思ってたんだけどっていうことをですね、はい、あの今までは命令だったのを相談に変えたんですよね。なるほど。でそれで話し始めて、将来はこういうふうに実はなりたかったとか、自分はこう思ってたとかいう話をするとですね、実はもう僕が見てるその絵面と違って、みんながすごくこう一生懸命仕事をしてくれてるっていうのが分かってきて、あ、なんだ俺全然分かってなかったなと、これはまずいなと思って、そこから自分の中で新しい目標を立てて、あの仕事を始めるんですけどね。で、まあ、もちろん今までは不動産の買い取りだったんですけど、はい、それも仲介に変えるっていう形で、はい、事業用の不動産の仲介ばっかりをするようになってっていうところですね。あ、うん、そうですか、その時は、もう事業員さん4名とか4名ですね、4名ですね。へえー、でそこから、まあ、事業員さんのアイデアとか、そういうのも結構いろいろいいアイデアも出て、だんだんちょっとだんだん良くなってきて、そうですね。だからその、まあ、結論から言うと、はい、この3月で、1億5千万全部返しました。ああ、そうですか。だからその時に、ちょうど8年、それから8年ですかね、最初の頃って、はい、必死でやってですね、利益40万ぐらいだったんですよ。はあ、4人でやってめちゃくちゃ頑張って4千万売り上げても利益40万だったんです、うん、今がだいたい2億ですね。2億ですか。はい、はあ、で人数は6人ですけども、利益は8000万ぐらい。はあ、なるほどですね。だからその利益のことは分かりやすく説明 したんですけども、はい、これは本当の話で、金融機関の人からは奇跡だって言われました、うん、こうやってリスケをして、実際にこんな1年間で1億5000万返して、はい、出ていく人はいないって、はい、あ、ま
あ、そうですね、最初200年、うん、そうですそうですそんなことでね、ただね、僕が言いたいのはね、はいはいはい、言いたいのはそのテクニックじゃないんですよ。ね、自分の中内側を整えていくと、はい、外側の現実っていうのがどんどん変わっていくなっていうのを、はい、実は今は体感してるんですけど、内側っていうのは自分自身の考え方、マインドですね。ああ、なるほど、はい、だからよく言うんですけど、はい、意識をマネジメントするっていう、はい、うん、何のためにそれをやるのかとか、はい、なぜそう考えたのかとか、そういうことについて割とこう経済優先で考えている人が多いんですよね、はいはいはい、でそうじゃなくて本当にそれが喜びとつながっているかどうかっていうことを本気で見始めると、自分が思ってた以上の結果が生まれるんですよ、はい、へだから3年ぐらい前まで2000万でき、はい、2年前4000万、はい、で8000万ですから、もう倍々できてるんですよ、ね、すごいですね、うん、でもそれはですね、僕が言いたいのはですね、はい、そんなテクニックじゃないんですよ。なるほどなるほど。意識の経営、はい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 、うん、だから不動産業者とかそういうことじゃなくて、はい、全ての方に言えることは、そこをやるのが一番先ですね。あ、その人としてどうあるべきかみたいな、やり方の話が多いんですよ。はい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 、うん、じゃもちろんやり方大事なんですけど、はい、でも内側、それ外側の話なので、はい、内側のことを大切にしていく方が早いです。あ、だって僕ずっとそれ外側やってたから。なるほどなるほど。そうでしょ、外側ずっとやっててすごく赤字をして、はい、だけど自分の内面と向き合い始めると、うん、外側の結果が変わった。外をいじろうとばっかりしてたんですよ。なるほど。人を変えようとしたわけ。あ、まず人を変えようとしてたんですよ、はい、お客様に分かってもらおうとか。なるほどなるほど、うん、じゃああんた分かってんのかと、はい、僕は本当に分かってんのかなっていうことを自分に聞く、うん、そして自分の中で出た答えをそのままお客様に届けるとか、はい、いうことをすると全然結果変わるんですよね。そうですか、うん、でそれをね、どうやって分かりやすく皆さんにお伝えしたらいいかってことを、はい、結構考えますね。あ、うん、結構考えますね。もうでもある意味本当に実践して体験したものっていう感じですよね。 そうですね、誰かに別に教えてもらったりとかそういうのではなく、うん、そうなんですね。だからみんなそのまあ、うん、あれですけど行動なんですけど、はいはい、行動と内観はセットなんですよね。あ、うん、これをセットでやっていくとすごくこう現実が変わるスピードが上がるですよね。すごい抽象的ですけどね、はい、なんとなく分かります。なんとなくなんとなく、はい、なるほどですね、うん、その内観っていうのはその、まあ、無意識に生きないっていうことですよね。そのなんで本当に一個一個これ、まあ、意味をちゃんと理解してとか考えてとか。そうですそうです、はいはい、とかもっと言うと今話してる時に、はい、違うこと考えてないかどうかってことです。はい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 、今ここに話しているのに、はい、次のアポイントと考えて喋って出ると、はいはい、もうエネルギー漏れですよね、完全に。うん、そうですね、そうですね。で、結構、まあ、さっき車の話しましたけど、はい、営業マンの方とかでも、あ、この人違うこと考えてるなっていう人結構いますよね。うん、あ、これ全然それダメ。はい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 。よく今に心を置くと書いて、今に心と書いて念じるでじゃないですか。なるほどなるほど。だからお坊さんってそういうことなんだろうなってこう、はい、思ったりもするんですよね。はい、うん、だから集中力っていうか、なんかそこにしかもう本当に意味がないのに、はい、なんかこう焦ってるっていうか、うん、うん、そうなんですよ。だからなるべくなるべくこう中心にこう自分を中心に寄せていくっていうか、はい、いうことを意識的にやるようになってから、はい、結果が変わり始める。あ、なるほどですねなんかこう全問答じゃないですけど、そうですね、そうですね、そうですね。だからなんか業界では変わり者っぽい感じがないですけどね。なるほどなるほど。うん、ああ、うん、そうですかそうですか、うん。あとちょっと触れていきたいところなんですけど、はいはい、また今度本をそうですね、お出しになる。この秋になりますけど、はい、タビオっていう、はい、全国で展開されてらっしゃる靴下屋さんという靴下屋さんがあるんですけど、はいはい、そこの越智会長と協調で、はい、孫子の本を出そうと
というふうに思っております、はいはい、この話があってからのその孫子の方っていうのまた気になりますよね。そうですね、はい、結局不動産会社がですね、はい、孫子の教えを使ったらどうなるかっていうところなんですよね、はいはいはい、あれはでも結構その相手、まあ、倒せ、まあ、戦略的に書かれたものじゃないですか、うん、そうですね、はいはい、まあ、戦争の本なんですが、はい、孫子で基本的にあるのはですね、戦わずして勝つなんですよ。あ、うん、戦いをすると兵も傷んじゃうんですよね、はい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 、で、良くないので、はい、だから結局抑止力の話なんですよ。あ、相手に、あいつと戦ったら絶対良くないぞって思わせればそれで OK なんですよ、はい、っていう、はい、うん、だからそういうふうに相手と戦わずして勝つってことは愛なんですね、はい、ベースにあるのは。で、そのためには孫子のお話は5つの、はい、5つありまして、道、天、地、小、法っていうのがあるんですよ、はいはいはい、この5つが死刑編っていうんですけど、はい、最初の始まるの死に刑、計算の刑で死刑編っていうんですけど、はいはい、この5つを押さえておればですね、はい、もう基本なんですね。あ、百戦危うからずです、孫子の兵法の件ですよね。そうですね、はいはい、まあ、ソフトバンクの孫さんなんかはそれをね、やってらっしゃるし、はい、もう古典中の古典ですよね。うん、だけどこうやっぱりこう絶対にやってはいけないことと、はい、やるべきことみたいなことがもう明確に書かれていますので、はい、まあ、そこがやっぱりこう経営の極意なんでしょうね。うん、なるほどですね。それは小原さんともう一人の方2人でこう、そうです、物語風にしてるんですか。ああ、そういう感じなんですね、はいはい、で、会長、越智会長が、はい、孫子のお役をしていただいて、はははは、そうですね、教えを説いてくださる方、もちろんその、はい、実際に越智会長自身が、はい、その孫子の兵法を使って会社を上場させた方ですか。ああ、そうですか、はい、それはとても興味深いですね。そうですね、靴下専業世界一なので、はい、そういったところを実際のその経験値に沿う形で、はい、話してくれる感じですよね。よくお勉強の本とかあるじゃないですか、はいはいはい、だけどその孫子のその漢文を覚えるのが目的ではないですよね。それをいかに自分ごとに落とし込んで現実に使うかっていうのが大事じゃないですか。だからそういう本にしようと、だからお勉強の本はやめようねっていうことで、はいはい、まあ、実は作ってるんですけど、もう、出版される9月ですね、9月の20日ぐらいになりますけど、はい、公文社っていう、JJ とか、はい、フラッシュとか、ああいうのを出してる出版社さんから全国で発売されます。なるほどですね、はい、分かりました、はい、ちょっとお時間がですね、はい、迫ってきてしまう、早いですね、はい、最後にいつもこの番組で聞いていることなんですけども、はい、まあ、某番組のパクリっちゃパクリなんですけど、はい、小原さんにとって、うん、不動産事業とは何でしょうか、うん、ありがとうございます、はい、これはね、さっきからずっと同じですけど、喜びをつなげることですね。あ、はい、お客様自身が、はい、まあ、元々その不動産の仲介ですから、はい、売りたい方は高く売りたいし、買いたい方は安く買いたいですよね、はい、そうですね、別々のこの高さのエネルギーのはずなんですよ、はい、でもそれを我々というトランスが入ることによって、はい、こうつなぐわけですよね、はいはいはい、そこで双方に喜びが生まれるかどうかなんですよ。で、そこに自分たちの価値があるなと思ってるんですね、はい、片一歩の代理人とかじゃないんですよ。戦う姿勢じゃないんですよ。そうなんですね、はい、なるほど。お互いにとっていいことって何っていうところを我々がつなげる、はい、ことないんですけど一生懸命大丈夫です。そういうことで、はいはい、喜びをつなげるっていうこと。ただ喜びをつなげる人たちが、はい、自分が自分の喜びとつながってないとダメなんですよね。まあそうですよね、はい、だから本当にこの仕事が好きな人っていう、はい、まあ、その好きでいれる環境というのを作っていくのが、はい、やっぱ経営者の仕事だなっていうふうに思います、ね、はい、あとはもうみんなが自由になってくれれば、はい、会社の数字って伸びていくはずなので、はい、なるほどですね、はい、ちょっとまたあれですね、この1回じゃもったいない気もするので、また沖縄来られた際とか、はい、ぜひぜひまたちょっと内面とのところとかもちょっともうちょっと深掘りしたいところがそこあるので、ぜひ呼んでください、はい、ありがとうございます、はい、じゃあすいません、今回のゲストさんは株式会社ノベルの、代表取締役小原秀樹さんにお越しいただきました。小原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
広